美味しい南島原かずさスペシャル。午後からも島原半島ジオパーク認定ガイドの森てるたかさんの案内でかずさ町を巡っていきます。お昼をいただいた愛宕寿司から車で山道を登ることおよそ15分、唐池と呼ばれる場所にやってきました。ここは上総町の北側ですね。標高約250メートルの平坦な大地の上にある池でございます。はい、本当に池の周りはもう見渡す限り畑なんですね。はい、この大地というのは安山岩でできておりまして、実は水がたまらない場所なんです。ですから昔から井戸を掘っても水が出ない、まあ、平坦な大地なので畑にはもってこいなんですけども、水がないのでその当時の人たちは困っていたことだと思います。それをこちら、唐池の、説明書きがありますけども、この唐池はその昔島原の殿様が築かれたと言い伝えられて、大地の頂に露木の天水を満々と称え、自然浸透し湧水により町内はもとより近隣の町までも恩恵を受ける3ヘクタールに及ぶ面積を持つ珍しい池である。冬より夏までは運動場として親しまれた先人の遺徳を忍び、その恵みに感謝してきたということで、大切に大切に守り伝えてこられたものだと思いますね。この池があったからこそこの周りは全て畑として開拓されたのだと思います。今の時期は水量も少なく、大きな池がここにあるとは想像できませんでしたが、この唐池の周りに広がる地域の特産品、ジャガイモ畑の水源にもなっています。唐池から車でおよそ10分、一夜大使の水源の森と書かれた石碑がある場所にやってきました。先ほど見てまいりました250メートルの大地にできている唐池、この水が染み込んで湧き出ている箇所の一つでございます。はい、実際にじゃあ、水をね、見れるんですね。見れるというか、あのね、もう ここで、水を汲めるようになってるんですよ。わあ、だからね、地域でここの水の存在を知ってている人、水を汲みに来られる方がいらっしゃるんですよ。天然の湧き水が汲めるって、そういうことです、うん、はい。この場所は今から14年前、長崎県内の119箇所に点在する長崎水源の森の一つに選ばれ、地元の方だけでなく県内各地、さらに県外からもこの湧き水を汲みにここに足を運ぶそうです。上総町の主な湧き水はこの場所以外にも3カ所から湧き出ていて、上総町を代表する小松川と堀川に流れ、飲料水や農業用水として利用されます。さらにこの2つの川が長い歳月をかけて作り上げたものがありました。実はこの湧き水の湧き出している地層の中には砂の層がありまして、はい、この小松川を流れた水とこの堀川を流れた水がこの野田浜の砂丘を形成してるんだ。ずっと砂がそこまで流れていってるってことですね。はい、それで、江戸時代の初め、今から約400年ぐらい前にこの砂丘で岩戸さんと上総はつながったと言われております。で、岩戸さんと上総がつながってしまうと、今度はここに今まで溜まってた砂っていうのが今度は前浜に砂浜をもたらしていくんです。ですからここの水源と地質とあと川の流れがものすごく関連して、この上総の素晴らしい景色を作り上げているとも言えるんですね。夏には多くの海水浴客が訪れる上総町。白くて綺麗な砂浜にこんな秘密があったとは驚きです。そして先ほど唐池の周囲でも作られていたジャガイモ。このジャガイモを使って作られたスイーツがあります。上総町の国道251号線から県道130号線に入ってすぐ右側にある
グランビラジュ大村かしほです。2代目の大村克也さんにお話を伺いました。カッツァというちょっとジャガイモを使ったお菓子があるんですけども、そもそもこっちの方はやっぱりジャガイモ産地ということもあって、なんかできないかなと思ってですね、カッツァのことを方言の方でカッツァカッツァって呼んでたので、まあ、名前だけはもう先に決まってたんですよ、お菓子作る前から。で、何がいいかなと思ったら、やっぱりジャガイモが産地だからジャガイモ使ってなんかっていうので作りました。とにかく大変でした。ジャガイモの独特の匂いがあるでしょう、あれがなかなか難しくてですね、作るのは大変でした。おかげさまでだいぶ少しずつ認知いただいてます。2年の歳月をかけて編み出されたカッツァ、試食させていただきました。こちらはカッツァのチーズ味ですね。中にチーズのクリームがサンドしてあります、はい、うわ、美味しそう。あ、ほんのりジャガイモの香りしますね。ほんのり、はい、いただきます。美味しい。生地がすごいしっとりしてるんですけど、はい、なかなか自分でもヒート作だったんですよ、久々のすごいしっとり感が。これジャガイモの特徴も生かされてるんですかね。ジャガイモの効果だと思うんですけどね、まあ、自分も入れて焼いてみてびっくりしたという、ああこういう風になるんだと。だからあんまり全面にジャガイモの味っていう感じは言われてみないと、言われても分からない人は分からないぐらい、分からないかもですね、ぐらいの味しかちょっと出てないんですけども、なんかジャガイモとチーズとかバターとかなんか合いそうな感じがしますよ ね。なんか砂糖と合わせるのもすごく難しくてですね、ジャガイモ。そのままジャガイモ湯がいて砂糖とかかけてもあんま美味しくないんですよね。その辺がちょっと難しかったのは難しかったですね。グランビラジュ大村かしほは、上総町国道251号線から県道130号線に入ってすぐ右側にあります。営業時間は午前9時から午後8時まで、不定休となっていますので、来店の際はあらかじめお電話でご確認ください。電話番号は 0957-87-2183 0957-87-2183 です。